イエスの最後の週をめぐる4つの謎。いにしえのある春の朝、ローマ帝国の辺境の地で、兵士たちがナザレのイエスと呼ばれるガリラヤから来たユダヤ人を十字架につけていた。この地では、それまでにも多くの人々が貼り付けにされてきた。この男もそうした罪人たちと同様、いずれは歴史の中に埋もれ、忘れ去られていくと支配者たちは考えていたに違いない。しかし、それから2000年近く経った現在でも、イエスは世界で極めて重要な人物の一人だと考えられている。人類史上最も重要な人物だとみなす人も多いのではなかろうか。イエスが死に至るまでの最後の週は、世界史上特筆すべき一週間だと言ってよいだろう。この週は、受難週とか、聖週と呼ばれ、これほど頻繁に書物に記録されている週は他になさそうだ。絵画の世界でも、あらゆる歴史的事件のうち、イエスの卓形ほど繰り返し描かれた場面はないかもしれない。しかし、問題が一つあるのだ。イエスの最後の週を知るための主要な情報源は、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネによる4つの福音書だが、それぞれの記述には辻褄の合わない部分がある。だが、慎重に精査していくと、4福音書に記されたイエスの最後の週に関する記述は、矛盾なく符合するということが分かってきた。本書の目的は、こうした研究で得られた新たな情報を紹介することである。それによって当時の出来事を克明に再現できるだけでなく、イエスの言動についても新たな理解に到達できると期待される。オックスフォード大学のリチャード・ドーキンス元教授は、著作「神は妄想である」で次のように書いている。おそらくイエスは実在しただろうが、一般に著名な聖書学者たちは、新約聖書、旧約聖書は明らかに無理だろうが、を過去に実際に起こった出来事の信頼すべき記録だとは考えていない。世界的ベストセラー小説「ダ・ヴィンチ・コード」と福音書との唯一の違いは、福音書は太古のフィクションであり、ダ・ヴィンチ・コードは現代のフィクションであることだけだ。私が科学者として真実だと考えること、例えば生物の進化は聖典を読んだからではなく、証拠に基づく研究を行った上で真実だとみなしているのである。しかしながら、私もまた証拠を最も重視している。福音書とダ・ヴィンチ・コードとの唯一の違いは、本当に前者が太古のフィクションで、後者が現代のフィクションであることだけなのかを、この本で明確にしたいと思っている。私は科学者だが、聖書の研究も行っている。2009年にはアメリカのニューオーリンズで毎年開かれる聖書に関する国際的な会合に招かれて講演したほか、日本からインドまで世界各地で開かれる科学関連の国際会議の招聘に応じ、10回ほど講演を行った。そして、主要な聖書学関連の雑誌やネイチャーなどの有名な科学誌に論文を発表してきた。ドーキンス元教授と同じように、私も証拠の重要性を信じている。本書も証拠に基づいて注意深く執筆した。ここでは歴史学的手法と科学的手法を組み合わせ、最後の晩餐を含め、イエスの最後の日々に何があったのか、さらにはどのような推理が可能なのかを追っていく。その際に考慮に入れた証拠は、新約聖書や旧約聖書、司会文書、20世紀半ばに司会の北西部にあるクムランの遺跡周辺で発見された写本群のほか、古代エジプトやバビロニア、ローマ、ユダヤの書物など、
参照できるあらゆる文献である。ユダヤ歴の再構築に際しては天文学的な手法も用いた。一流の聖書学者たちに広く助言を求めたほか、証拠の評価に定評のあるイギリスの優れた弁護士にも意見を求めた。ドーキンスが述べたように、著名な聖書学者の多くは、新約聖書は事実を記録した信頼のおける書だとは考えていない。イエスの最後の日々に関し、4つの福音書の間には矛盾があるように見えるためというのがその最大の理由である。宅計や最後の晩餐の日付と内容に関して4福音書の記述に食い違いがあるとすれば、どの福音書をも全面的に信じるわけにはいかなくなる。しかし、宅計や最後の晩餐に関する4福音書の記述が本当の意味では矛盾せず一貫していると証明できれば、多くの学者の新約聖書に対する懐疑的な見方を揺るがすことができる。4福音書に記されたイエスの最後の週の出来事を読めば、それぞれの福音書の記述の食い違いをいくつも見つけられるだろう。例えば、マタイ・マルコ及びルカによる福音書では、イエスが十二使徒と共にした最後の晩餐は杉越の食事となっているが、ヨハネによる福音書には最後の晩餐、イエスの裁判、宅計はすべて杉越の祭りの前に行われたと書かれている。杉越の食事とは、奴隷だった古代イスラエル人がエジプトを脱出したことを記念する祝祭の食事会のこと。で、このような食い違いがあるために、福音書というのは矛盾だらけだと多くの聖書学者が考えてきたのだ。しかし、イエスの最後の日々に関する福音書の記述が実際には矛盾していないという可能性は全くないのだろうか。紀元1世紀のイスラエル人の生活に関する知識が不十分なために、私たちが福音書の記述を正しく理解していないとしたらどうだろう。知識不足のために福音書の重要な一節について、現代人が筆者たちの意図とは異なる解釈をしている可能性はないのだろうか。福音書の記述が一見すると食い違っているため、宅計前のイエスの身に起きた出来事については未だ解明されていない重大な謎がいくつかある。その謎は大きく分けて4つの点となる。 1. イエスの失われた曜日。福音書の筆者にとってイエスの最後の日々が最も重要だったことには疑いを差し挟む余地はないだろう。宅計に処されるまでの週のイエスの言動を記述するのに、マタイによる福音書では7章分が割かれている。これはマタイ書全体の 25% に相当する。マルコによる福音書では 30% 強、ルカによる福音書では約 20%、ヨハネによる福音書では 40% 近くを占めている。で、これほど多くの情報が残されているにもかかわらず、それぞれの曜日の出来事を再現しようとしたとき、何も起こらなかったように見える失われた曜日があることに、多くの聖書学者が気がついた。その日とは、金曜の宅計の前々日となる水曜日。例えば、広く使われている新国際版スタディバイブルでは、イエスの最後の週の各曜日に起きた出来事を分析し、この水曜日は安息日となり、福音書には関連する記述なしと書かれている。これは何とも奇妙な話だ。ユダヤの安息日は金曜日の夕暮れから土曜日の夕暮れまでである。イエスは本当に死の直前に、これとは異なる安息日を設けて、休息していたのだろうか。福音書の記述を見れば、イエスが最後の週に極めて多忙だったことは明らかである。もしもこの日に
終日祈って過ごしていたとしたら、少なくとも福音書のどれかにその記録があってもいいはずだ。それなのになぜこれは失われた曜日のままなのだろう。イエスはこの何も起こらなかったかに見える水曜日に何をしていたのか、イエスの身に何があったのか、これがイエスの最後の週をめぐる第一の謎である。2、最後の晩餐に関する問題。第2の謎は、最後の晩餐とユダヤの過越祭の関係。最後の晩餐は歴史上最も有名な食事であろう。毎週、世界中の多くのキリスト教徒が、主の晩餐、ミサ、聖餐、聖体配慮など様々な呼び方と様式によってイエスの最後の晩餐を記憶に留めておこうとしている。最後の晩餐は四福音書すべてに記述され、食事とその後のイエスの言葉は福音書の総計226節にわたって記録されている。しかしここに一つ問題がある。マタイ、マルコ、ルカによる福音書には最後の晩餐が過越の食事だとはっきり書かれているのに対し、ヨハネ書には最後の晩餐は過越の食事の前に行われたと明言されていることだ。近年イエスの生涯に関する歴史学的な研究をしているジョン・マイヤーは、その研究成果をまとめた著書においてこのように書いている。最後の晩餐が過越の食事であるということと、イエスの死亡日について、マタイ、マルコ、ルカの3つを総称する共感福音書とヨハネ書の記述は全く一致しない。過越の食事は昔も今もユダヤ人にとって一番大切な食事であることに間違いない。奴隷だったイスラエル人がエジプトを脱出し、イスラエルという国家が誕生したことを祝う儀式だからだ。この食事の前には出エジプト記の一部が朗読され、古の過越の物語が語られ祝われる。それゆえユダヤ人にとっての過越の食事は、大半のキリスト教徒にとってのクリスマスディナーよりもはるかに重要な意味がある。ユダヤ人なら過越の食事とそれ以外の食事を混同するはずがない。キリスト教徒が最後の晩餐を記念して祝うようになったのは、おそらくイエスが脚兄によって死亡したすぐ後だろう。例えば、使徒パウロは西暦55年頃にコリントの教会に宛てた手紙の中で、最後の晩餐を記念する行事があったことに触れ、それをどのように祝うべきかを説いている。福音書が現在のような形になったのは、西暦60年から100年にかけてである。しかし、情報源そのものはもっと古いという見方が学者の間では優勢である。福音書の筆者たちは、最後の晩餐が過越の食事を祝うものであったかどうか知っていたはずだ。それなのになぜマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの記述は明らかに異なっているのだろう。これらの福音書がおそらく西暦60年以降に最終的な形になったとはいえ、ルカによる福音書の冒頭の言葉を忘れてはならない。私たちの間で実現した事柄について、最初から目撃して御言葉のために働いた人々が、私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。つまりルカは情報源となった目撃者がいることを明らかにしている。最後の晩餐が過越の食事だったかどうかは、その目撃者が知っているはずだ。イエスの最後の晩餐がどんな具合の食事であったかという問題は、何百年も前から学者たちの間で争点になっていた。世界の教会の半数は最後の晩餐を過越の食事だとみなし、これを記念するために酵母の入っていないパンを食べる。残りの半数の教会では、最後の晩餐が過越の食事より前に行われたとみなし、酵母入りの普通のパンを食べている。果たして
最後の晩餐はユダヤの伝統的な過ぎ越しの食事だったのか否か、これが第二の謎である。3、イエスを裁く時間はあったのか。第3の謎は、イエスの裁判を含め、イエスの逮捕から達刑までに起きたと福音書に記されている出来事が、すべて実際にあったとみなすには、時間が足りないのではないか、という疑問である。最後の晩餐から達刑までに起きたと記されている事柄は、福音書によって異なる。それぞれの福音書に記録された出来事を、それらが起きた順に従って、次ページの表にまとめてみた。最後の晩餐から達刑までの出来事が福音書によって異なるのはなぜだろう。同じ出来事、例えば2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件に関する記述をいくつかの新聞で読んでみると、どの新聞も全体的な内容は同じだが、細部はそれぞれ違うことがわかる。ニューヨークの勇敢な消防士が世界貿易センタービルで危険を顧みずに建物内の人々を救出したことを報じる新聞があるかと思えば、この逸話は省略し、ビルの高さについて言及する新聞がある。9月11日に何が起きたのかを完全に再現するためには、あらゆる報告書を一つにまとめなければならない。それと同じように、イエスの生涯の出来事を再現しようとすれば、すべての福音書に記された情報を統合する必要がある。4つの福音書が描くイエスの人物像は異なっている。4人の絵描きがそれぞれ違う場所や視点から同じ場所を描くように、各福音書はイエスの生涯を異なる目で記録しているのだ。右の表を見ると、マタイとマルコが記録した出来事はかなり似ている。多くの学者の見解では、マルコによる福音書が最も古い福音書で、マタイによる福音書はこれをもとに記されたと考えられている。まあ、その逆だと考える学者もいるが、ルカによる福音書は、マタイ書とマルコ書に記された出来事のいくつかについては触れていないが、代わりに新しい別の情報も追加されている。とはいえ、マタイとマルコ、ルカによる福音書は共通する部分が多く、この3書はしばしば共感福音書と呼ばれる。一方、ヨハネによる福音書はおそらく最後に書かれた福音書で、共感福音書と一致しない点が数々ある。ヨハネは共感福音書にある情報を大幅に削り、かなりの量の新情報を加えている。共感福音書の書き方は直接的で臨場感があるが、ヨハネの場合は内省的で神学的である。ただ、共感福音書よりも神学的な要素が強いというだけで、この書が歴史的事実に乏しいと決めつけることができない。表で示した出来事のリストを見て注目すべきだと私が感じたのは、それぞれの福音書で省略されている出来事は違っていても、出来事の全体的な順序は、まあ、かなり一致している点だ。例外はペテロの3度の否定。イエスがユダヤの当局に逮捕された後、ペテロは自分とイエスとは無関係でイエスのことは知らないといったことを指す。と、それに伴って鶏が鳴いたことである。こうした事実が意味するのが、各福音書の筆者が出来事の順序を正確に記述しようとかなり注意を払ったのか、あるいは福音書執筆時点ですでによく知られていた出来事の順序がそのまま受け継がれたのか、どちらかだ。いずれにせよ、最後の晩餐から達刑までの出来事の順序が4福音書でほぼ一致している点は注目に値する。とはいえ、表を細かく見ていくと矛盾する部分もある。例えば、最後の晩餐の後、
マルコ書とマタイ書によれば、イエスはオリーブ山に行ってからゲッセマネという場所に行ったことになっているが、ルカ書とヨハネ書ではオリーブ山に行ったとしか書かれていない。ただこうした様々な違いはアラム語を知っていれば問題ではなくなる。ゲッセマネとはアラム語で、搾油機を意味し、オリーブから油を搾り取る場所のことを指すため、どちらにしてもオリーブの生い茂る同じような場所を示すと考えられるからだ。四福音書の情報をまとめると、イエスと使徒たちは最後の晩餐の後、まずオリーブ山に行った。オリーブ山はオリーブの木が生い茂っていることからその名が付けられ、現在でも多くのオリーブの木々がある。オリーブ山に着いた彼らはオリーブ畑に行き、そこにはオリーブから油を搾る場所があった。マタイとマルコの場合、それをゲッセマネと記述している。このように解釈すれば特に問題はない。むしろ4つの福音書を読めば情報が補完されるのである。情報を統合することで、イエスと使徒たちが最後の晩餐の後でどこを訪れたのか、その全体像をより詳しく知ることができる。で、同様の推論を重ねて、四福音書で最後の晩餐から宅邸までにあったとされる全ての出来事をまとめると、次のようになる。最後の晩餐、オリーブ山、ゲッセマネ、イエスの祈り、使徒たちが眠る、イエスの二度目の祈り、使徒たちが再び眠る、イエスの三度目の祈り、使徒たちが三度目の眠りに落ちる、イエスの逮捕。イエス、ユダヤの大祭司、アンナスのところへ連れて行かれる。ペテロが初めてイエスを知らないと言い、鳥の鳴き声がする。アンナスによる尋問。ユダヤの大祭司、カイアファのもとに連れて行かれる。ペテロによる2回目および3回目の否定。鳥が再び鳴く。ユダヤの最高法院による裁判。イエスが下役に引き渡される。イエスが再び最高法院の前に立つ。ローマ総督ピラトがイエスを尋問する。ガリラヤの王ヘロデがイエスを尋問する。ピラト、再びイエスを尋問する。ピラトが囚人バラバを釈放する。イエスの鞭打ち。ローマ兵がイエスを侮辱する。ピラトがイエスに死刑を言い渡す。シモンがイエスの十字架を運ぶ。イエスの処刑。だがここに問題があるのだ。最後の晩餐は木曜日の日没に始まって、イエスの宅邸は翌朝金曜の午前9時頃、マルコ書によれば日の出から数えて第3次に実施されたというのが世界中の聖書学者とキリスト教徒の見解である。しかし、いくつもの裁き、ユダヤの祭司長らからなる最高法院、ローマ総督ピラト、ガリラヤの王ヘロデによるイエスの尋問や裁判が実施されたのは、同じエルサレムでも場所がそれぞれ異なっている。学者たちがストップウォッチを片手に文字通りエルサレムを駆け回り、福音書に記された全ての出来事が木曜日の夜から金曜日の朝にかけて起こりうるかどうかを調べたところ、ほとんどの学者は不可能だと結論付けた。4。裁判の合法性。木曜の日没後に催された最後の晩餐から翌朝9時頃の宅邸までに3列挙した事柄が全て実際に起きたとすれば、最高法院によるイエスの裁判は夜に執り行われなければならない。で、これが学者たちの一致した見解だ。しかしながら、死刑裁判に関するユダヤの律法では、夜に裁判を行うことは禁じられている。ミシュナ、紀元前50年から西暦200年頃、ユダヤ教の指導者ラビが表したとされる律法集には次のような一節がある。死刑裁判は
日中に実施し、評決も日中に下さなければならない。死刑裁判の場合、無罪の評決は同じ日に下されてもよいが、有罪の評決は翌日まで待たなければならない。こうした立法は、西暦200年前後に正式に書かれたものだが、それ以前の慣例をもとにしている。イエスの裁判の際にもこの立法が適用されたとすれば、裁判に関する従来の解釈に大きな疑問が投げかけられることになる。オックスフォード大学のゲザ・ウェルメッシュ名誉教授は、1世紀のユダヤ人世界において死刑を問う裁判が夜に実施されたことは想像しがたいと書いている。以上の4点が未だ解明されていないイエスの最後の日々に関する大きな謎である。一つ目は何も起きなかったように思われる失われた水曜日があるのはなぜかということは、二つ目は最後の晩餐が過ぎ越しの食事だったのか否か、三つ目は従来の説による木曜夜の最後の晩餐から金曜午前9時の宅経までに福音書に記されたすべての出来事が起きたとするには時間が足りないのではないかという疑問である。そして4つ目は、従来の説が正しいとすればイエスの裁判はユダヤ教の法的手続きを明らかに無視して行われており、その理由が不明だということだ。裁判で虚偽の申し立てをする者が数多くいたと複数の福音書に記されているのに、裁判自体の違法性に言及した福音書は一つもない。どの福音書もこの裁判が正当だったことを暗黙に認めている。読者によってイエスの最後の日に起きた出来事の順序を知ることがなぜそれほど重要なのかと疑問に感じるかもしれない。だがイエスの最後の週に起きた出来事の順序を知ることで、世界史上最も重要な週の枠組みが理解できるようになるのだ。そのためにはまず出来事の順序を正しく整理する必要がある。そうして初めてイエスの最後の週の言動の真意を新たに理解する知見が得られるのだ。私の福音書解釈法。福音書の年代や筆者、そしてその解釈について書かれた文献は数多い。福音書を読む際にまず知りたいのは筆者の意図と、執筆当時にそれを読んだ人々がどう解釈したのかである。その答えの中には、当時の人々の暮らしを知らなければ筆者の真意が理解できないものもある。例えば前述したオリーブ山とゲッセマネでは、筆者がアラム語で搾油機を意味すると知っていれば福音書の内容を理解しやすくなる。本書では自然な解釈という表現をしばしば使う。これは聖書が書かれた当時の解釈として最も明らかな解釈のことを指す。もちろん2000年前の自然な解釈が現在のそれと同じだという場合もあるだろうが、言葉の意味や読み手の知識は時代に応じて変わるため、当然ながら全てが同じになるとは限らない。私は常に福音書の自然な解釈を求めるべきだと考えている。福音書の筆者はイエスの生涯の出来事を当時の読者にできるだけ明確に伝えようとしていた。そう考えるのが理にかなっていると思われるからだ。本書で取り上げる問題を解決するためには、私は大きく分けて3つの方針を常に念頭に置いてきた。1つ目は、手に入る証拠は可能な限り全て考慮に入れること。一見矛盾する証拠に目を向けてこそ、理解が進むことを往々にしてあるのだ。それゆえ、四福音書の内容は全て考慮に入れるべき情報として扱い、一見矛盾しているという理由だけで、どれかを切り捨てることなく、そこから思考を深めていく。二つ目は、多分野にわたる学際的な手法を用いることだ。複雑な問題を扱うときには、この手法でなければ解明できないものも多い。例えば警察が難解の殺人事件を捜査するとき、容疑者への尋問だけでなく DNA 鑑定や
毛髪の電子顕微鏡検査を実施することがあるだろう。同様にイエスの最後の日々をめぐる問題を解き明かすには、福音書を精査するだけでなく、旧約聖書など他の書の知識を活用することも必要になる。意外に思われるかもしれないが、古代エジプトやバビロニアの知識や天文学の基礎知識も不可欠である。加えて、当然といえば当然かもしれないが、イエスの時代のユダヤとローマの文献にも通じていなければならないだろう。で、こうした学際的な手法を採用し、さまざまな分野の情報を統合しなければ、2000年前、イエスが最後の日々を過ごしたこの重要な週に、本当に何が起きたのかは解明できない。3つ目の要素は、天文学の知識を利用して古代の暦を再現することだ。この作業にはコンピューターの力を借りたが、数年前では考えられなかった進歩が実感できるだろう。まとめ。本書はイエス・キリストや聖書についての専門知識がなくても理解してもらえることを目的として執筆している。この章ではイエスの死の前に起きたとされる出来事を時間的に整理してみた。福音書の筆者たちはイエスの最後の週を最も重要だと考え、全書で1000節を超える記述を残している。これからは本物の探偵になったつもりで、イエスの最後の日々を再現するための本格的な捜査に乗り出そう。辞書ではローマとユダヤの文献からイエスが西暦26年から36年の間に死亡したと推定してよいこと。福音書の記述からイエスが金曜日に死去したということを明らかにしたい。